はい、シルビです。どうも、あ、こんばんちは。前回の続きでございます。前回っていうのはニキータを捕らえたんですね。ちょうどいいところにいました、ニキータ。今度はそいつを分からせてやる拷問ショーでございます。そっからスタートでね、コントロールも壊滅させられまして、非常に大変なことになりましたが、まあなんとか復帰してここに至っております。さあ、ニキータ出ろ。ね、大丈夫ですね、それがね。スティール、お金稼いで。行きましょうね。ドン。そういえば、久々の拷問ショーですね。これ確か分からせるだから、あ、ダメですね、全然ダメ。出てきちゃったし、なんだこれ。弱らせると、そんなことできるんですね。いや、というのも、分からせなきゃいけない。ぴったり後ろにくっついてる。これ帰らせる手段ですね。むしろくっついてってるのが非常に面白いんですけど。やべえ、やられた。増員しましょう。あ、ここもやられてる。ここも増員しましょう。ここ見るな、ここ見るな。やっと青がいける感じになりましたね。1、2、2人いきましょうかね。あ、長かった。そして10万ぐらいお金が足りましたね。素晴らしい。使わなきゃたまるんですよ、それに。現実世界と一緒。これでニキータを返すことで、まあ、どうなるかちょっと気になるところではあるんですけども、やばいな、これだとまた来ちゃう。テンション、トラップに引っかかってちょっと失敗しましたね。そうか、ああやって勝手に帰らせる作戦もできるんですね。こっちにもやってみましょうか。
これがこのメイドさん特有のスキルで混乱させて帰らせるっていう。ただメイドの数がちょっと少ないんでね、おっかんね。イエスイエス。4人ぐらいだったらなんとかなりますね。おー、1万3000。よしよし、貯めるぞ。100万目指す、とりあえずは。ニキータさん、なかなか難しいですね。帰ってくる。いや、追い返さなきゃいけないんです。倒せないんでね。ああいう。追い返す途中でちょっと失敗しちゃいましたね。これちょっとやばっすね。まあ今回こんな感じですかね。いや、ニキータはうまくいかなかった。失敗。追い返すっていうのはそういう追い返すなんですね。外に出すって意味なんですね。そうなのか。じゃ倒さなきゃダメなのか。お金がいい感じで貯まってまいりましたね。え、100万とりあえず行きそうですね、この勢いだと。本当はね、ここでトーテンポールを集めたいんですけど、今下手な、お金をとりあえず集めないといかん。よし、あ、ずれちゃったかな。ちょっと蹴っちゃいました。失礼失礼。そう、ニキータ倒せってね、アグルパーティー。あ、違うな。ご飯を食べさせろ。違う違う。あ、そういえばなんか思い出してきたかもしれないけど、それをするための道具がない。わかった、わかったぞ。いや、わかってない。なんか昔思い出してるわけですよ。なんだっけなーとか思いながら、ミキサーにいろ。よし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 、ニキータがかかってこい。ちょっと失敗した。思い出した。今プッと昔、いや一応途中までプレイしたんですね。君はちょっとお帰りになられなってください。ん、どれ。何かあった？何があった？ウォーニング。違う。履歴みたい。あー、こいつらは。まためんどくさいのがいるぞ。こいつは種類によってですね、狙ってることが違うんですね。
あいつらは金を盗みに来ます。おっと、70万、いい感じだ。あ、なんか分かった分かった。ニキータ来い。どこにいるかな。とにかくちょこちょこ来ますかね、敵が。これ右下の左下の 赤いのが敵ですよ。はい、ニキータがいなくなった。酔った。そうそう、分かった分かった。ただそれをするためにはちょっと距離がありすぎるな。こいつは、なんだろう。クローゼットルーム。クローゼットって書いてあった。あのアフロマン、早くこっち来いよ。作れるかどうかテストで作ってみましょうか。で、戻せなかったら嫌だな。まあちょっとニキータがまた来るのを待ちつつ。はい、狙います。何にしてください。ハイド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 。73万、割とあとちょっとですね。うん、次の目的が分かったんで、ただニキータが近くに来ないとちょっと厳しい。お、帰ってた。ニキータちゃんはどちら？あれ、いない。帰り願おう。あー、来た。スーパーついに来やがった。スーパーエージェントが来た。マジか。思わず夜のにかかわらず大声出しちゃった。こいつがですね、死なないんですよ、何発やっても。来やがった。帰ってください。あの、こっちでいうアフロ的なポジションです。しかもですね、あいつにアフロとかやられるとですね、死んじゃうんですね、アフロが。今までノーマル的には死なないんですけど、前それでアフロ失ったことがあってですね、見ると分かるんですけど、ライフっていうのがあるんですね、リブズ。これがあいつにやられると減っちゃうんです。3回やられると死んでしまう。
上げもがあいつは倒せないんです今。しかも倒せないっていうね。ニキータこっち来いよ早く。あーついについに来上がりましたね。まあ大声出して沈みませんでした。やったな。処理できないんですよあれ、うん、早い段階で来ちゃったな。序中盤だぞ。これますますちょっとニキーとさっさと処分しなきゃいけない。アフロ。ほら来た、スーパーエージェント。Be especially wary of tackling super agents, as they are the only ones capable of killing your henchmen. Every time a henchman is knocked out by a super agent, they lose a life. If all three lives are lost, the henchman is killed and gone for good. 超強いんですよ、マジで。なんでちょっと銃を持たせておきます、全体的に。また一難去ってまた一難だよ。ついに来上がりやがった。そう、対等することを許可する。でね、まずね、ニキータを処理して。マジか。行くぞ。ファンキーママ。まあ、殺せないんでね、そう。ファンキーママ行くぞ。スーパーエージェントが来てるんでね、ちょっと処理したいわけですよ。あいつがこっちに近づく前に来てる。踊らせる。さあ戦うぞ。よしよし、たぜにふずでしたな。もう一匹は、肝を冷やしと言いながら今回20分を経過。さすがにちょっとびっくりしましたからね。お金をやっぱり早い段階でお金を貯めておいた方がいい。じゃあ後でがっつり使うことになると思うんでね。100万とりあえず行きましょう。そんな感じでちょっと緊張感ある感じになってまいりました。あいつをちょっと怒らせるとめんどくさいんでね、また被害が甚大になる危険分子がやってまいりました。ついに行きました、スーパーエージェントが。
第15回かなにして出てきましたスーパーエージェント、ここからどうなるのか。かなりスローペースでやっていたんですけども、いや、あいつは来てほしくなかったっていうのがあるんで、さあまあここからどうなるか、またですね、次回今度こそニキータをやっちまいますよ。おやり方思い出したんでね、ニキータを分からせてやります。そんなエブリジュニアス実況プレイ、今回15回かな、実況プレイをこの辺で終わろうと思います。それではまた次回お会いしましょう。徐々にテンション、まあちょこちょこね、感覚そんなに開けずにやっていこうと思いますんで、またどうぞ見に来てください。シェルビでした。